はい、速稼塾の久保です。まあ、芸能人の方がですね、芸能関係のこと以外にはあんまり、明るくないっていうのはよく知られていることでもあります。もちろんそれはね、専門の職業に立てば他のことが分からなくなるのはこれはしょうがないと思うんですよ。工場で勤務されていても、やっぱ工場勤務以外のことはそんなにね、他の専門家ほどには詳しくないと思いますし、野球選手、プロ野球選手がいますよね。野球以外のことに詳しいかって言ったら、なかなかそうもいかないんじゃないかなと思うんですよ。まあそういった感じでね、それぞれが自分のフィールドで命をかけて働いていれば、他のことはなかなか分からなくなってくるのかなっていう気がします。私もね、スーパーマーケットで正社員をしていた頃っていうのは20代だったんですけども、そのスーパーの中の常識っていうのはよく分かるんですよ。でもそのスーパー以外の業界のことっていうのは、まあ一般の方々っていうふうなね、言葉を作らうぐらいに分かんなかったですよね。例えば土日にはどんなことが起きているのかっていうのも分かんなかったですし、ディズニーランドっていうのはどんなところかっていうのもね、よく分かんなかったですし、それから1週間の長期休暇っていうのがどんな世界なのかも分かりませんでした。その他ね、例えば法的知識もなかったですし、まあレジャーについてもそんなにあれやこれやってのはなかったですね。で、今回何が言いたいかっていうと、あなたは何に命をかけてますかってことなんですよ。命をかけて何かに一点集中していたら、その世界でプロになってないってことはありえないんですよね。今お勤めの会社に命かけてます？今どっかで働いてると思いますけども、それに命かけてます？とてもそうは思ってないんじゃないですかね。いつか大きなお金がまとまって入ったら、会社に辞表を叩きつけて辞めちゃうんだよみたいなね、もっといい条件のいいところがあったらそっちに移ってやるんだみたいな気持ちがあるってことは、命かけてないと思うんですよ。もうね、銭金、ね、関係なく、世間体関係なく、この道で行くんだぐらいのものっていうのは命をかけてると私は思うんですけどもね。そう考えてみたら、私は麻雀店もやってましたけども、命かけてなかったんで、あっさり10年ぐらいで潰れたと思うんですよ。命かけてなかったんでね。で、私がね、初めてやり込んでいこうかなと思ったのはネットビジネスだったんですよ。それこそですね、その他のことは全部諦めるぐらい一心不乱にやっていましたね。で、そういう時期が何年かあったからこそ、その時の余力で多分今のね、こうやって隠居暮らしも支えられてると思うんですよ。ですから私はね、一時期かもしれませんけども、ビジネスに自分の全てを叩き込みましたね、40過ぎて。だからそうなると本当にね、短期間って言っても3年4年はかかりますけども、億っていう金額に手が届くんですよ。で、私本当にびっくりしました。1億とかがこのね、数年で40過ぎて初めて取り組んだことで、本気でやったら、一心不乱に命をかけてやったら、失うものも多かったけども、お釣りが来るぐらい、十分なぐらい私はお金を手に入れたなと思ったんですよ。これは自慢をしてるわけでも何でもなくって、誰にでもそうなるっていうことをね、強く確信して思うんですよ。で、例えばね、今年もそうですし、去年もそうですし、その前もそうなんですけども、特定の月の、利益っていうのは1000万超えてるんですよね。1000万超えるわけですよ、月収がですよ。それも売上じゃなくて、残った利益ですよ。1000万超えてるんですよ。で、納税金額もね、すごい金額ですよね。何百万とかじゃない金額を納税するわけですよ。で、扱う金額がもう本当にね、とてつもないことになったなっていうふうに思います。でも、そういう私でも40になったばかりの頃っていうのは、うだつが上がらない人間でしたからね。だから、その何かに自分の全てを注げば、その道の人になるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんで、 YouTuber になりきれない方、トレーダーになりきれない方、アフィリエーターになりきれない方、ネットビジネスのプロになりきれない方、暗号通貨のプロになりきれない方、その他もそうですけども、なりきれてない方っていうのは本当にね、副業気分とか、まだ初心者気分とか、なんていうんですかね、初級者を脱するほどにもまだできてないのかなと思うんですよ。例えばね、私は自分の体を作るために、見てください、部屋をジムにしたわけですよ。 でもプロのレベルにはいってないです。とてもじゃないです。このぐらいまでしてもプロフェッショナルにはならないわけですよ。で、もっともっと入れ込まないといけないですよね。何かの片手までっていうんではなくて、何かと両立しながらっていうんではなくて、いくつかのネットビジネス塾に入ってっていうんではなくて、全てのことを諦めて、全ての情報を遮断して、これ一でかけてみると、もう自分のエネルギーの 99% をぶち込んでみたら、それはリターンっていうのもかなりきますよね。それでもしリターンがなければ、その道に行くなってことなんですよ。
ね、すごく寂しいことですけども、中途半端にやっていればその道に進んでいいのか悪いのかすら分からない。だからこそ他の情報にまたね興味を持って、他の商品購入したり他の登録にお金を払ったりってことをすると思います。で、結論ですけどもね、本当に命をかけていこうってことなんですよ。万田銀次郎の話が前から出てますけども、南の帝王はね、六方全書を全部暗記するところがスタートだったわけですよ。それから九九の掛け算っていうのは二桁の掛け算も暗記でやったわけですよ。99×99 まで暗算でやるわけですよ。いくつなんですかねこれね。また感じね、本当に頭を本気で作っていくってことも非常に大事だなと思います、まあ、それからね、なんか10代でやること、20代でやること、30代でやること、40代でやることってありますけども、私もね何回もその動画出してきたんですけども、確実にですね10代でやること、そして今からやっても手遅れなことは読み書き話す能力ですね。話す聞く能力、読み書き、これは10代の頃にそれこそお金を稼がなくてもいい時にやらなければもうやることはできないんじゃないかなと思うぐらい難しいです。で、ネットビジネスで何をするか、なんで一点集中しろっていうかっていうと、話す能力、聞く能力、書く能力、読む能力、この能力なんですよ。ネタがないっていう人は読み取る能力ないんですよ。で、 YouTube で何話していいのか分かんない、人前で何話していいのか分かんないっていうのは話す能力ないんですよ、まあ、ですのでビジネスがねもうできないんですよね。だって読み書き、話す、聞くっていうののその先に延長線上にあるわけじゃないですか、あらゆるものが。そこから派生してるわけですよ、全てが。で、その派生するべき根幹がおろそかだったら、どんな素晴らしいビジネスに出会っても、どんな素晴らしいノウハウに出会っても扱えずに終わるんですよ。どんなに素晴らしい人に出会ってもその人に相手にされずに終わるんですよ。これすごく大事なことなんで、またね、これから話題にどんどん出していこうかと思いますけどね。で、今回は以上です。